ラスグアニル放出タンパク質1は、人のラスグプ1遺伝子にコードされているタンパク質である。RAS グアニルヌクレオチド放出タンパク質は、ラス、スーパーファミリーグアニンヌクレオチド交換因子ドメインの存在によって特徴付けられる遺伝子ファミリーのメンバーである。ラスグプは、 ジアスシルグリセロール、マイナス制御ヌクレオチド交換ファクターとして機能し、結合した GDP を GTP に交換することによって、ラスタンパク質を特異的に活性化する。ラスグプは、アーク、マップキナーゼカスケードを活性化し、T 細胞及び B 細胞の発達、ホメオスタシス、文化を制御する。異なるアイソフォームをコードしている。 オルタナティブスプライシング転写変種が同定されている。小キ液損を欠損している対応するラット遺伝子 RBV7 は 90KD タンパク質を高度する通常のラット転写産物の5及び3が切り取られた変種である。この短い転写産物は人では発見されていない。このタンパク質の異なるアイソフォームの発現の変化は 全身性リテマトウデス感受性の原因と考えられる。ありがとうございます。